魚の正面から見た顔できます。本当だ。マダムアキコが。何がすごいって自分で作ってるのがすごいよね。もうこのあたりはもう最高ですね。美味しいです。お酢のシシャモに卵を注入してる結構人工的なお魚の食べ方なんですよ。結構サイコパスですよね。シュヘッドカレーっていうものがある。そう、そのご飯と一緒に食べたりする。お魚の顔もやってみようかなと思ったけど。Welcome to プラネットオブフー。MC の豆助です。よろしくお願いします。さあ今回はですね、こちらの3人に来てもらっております。よろしくお願いします。はい、します。で、翔子さんとまどかさんが今回初顔合わせということで、翔子さんどうですか、お二人のお姉様方見て。動画で拝見してたので、はい、話せるんだと思ってちょっと緊張してます。まだもう手柔らかく食べますか。お願いします。はい、今日もこの3人と一緒におしゃべりするだわー。今回のテーマはこちらです。好きな魚介料理。国によってはですね、まあ、魚が手に入りづらいとか普段食べないという方々も大勢いると思うんですがね、今日はですね、そんな方々がちょっとね嫉妬するようなね美味しい魚料理の数々を皆さんにご紹介していただきたいと思っております。ではまずはアキコさん、あなたの好きな魚介料理を教えてください。私の好きな魚介料理はまずマヒマヒです。私も実はこの全体の何ですか、形、色形をね見るのは初めてなんです。なぜかというと料理をしたものしか食べたことがないから。だけど白身のとっても美味しい、食べやすい、たっぷり身の入ったお魚で、こちらでお魚料理ランチタイムとかね、よくチキン、ビーフ、フィッシュどれがいいですかっていう時のフィッシュって言ったら結構マヒマヒかサーモンなんですよね。この色形を見て私は驚いてしまって、これは魚ちゃんの翔子さんに聞かねばと思って。はい、日本でも暖かい海の九州の方とかだと結構取れますね。そうなの。海の上の方にいて、トビウオを食べてるんですけども、この子は、はい、トビウオってその海の上を飛んでるんで、それを狙って上の方にいるんですけど、その釣りをする方にちょっと人気がありますね。翔子さん食べたことあるの、これ。缶詰とか加工品になってるものが一部あって、それをちょっと食べたことあります。だからこちらでよく食べるのはこういったトマトソース系も合いますし、あと普通に塩焼きでレモンちょっと添えたりとか、そういうのでもすっごく美味しいですし、クリームソースなんかもねとっても合います。すごくこっちではね一般的に食べられてますよ。まどかさんとかどうですか、シンガポールでも手に入るもんですか。シンガポールではまだ食べたことないけど、一般的に有名な魚だなっていうのは理解していて、初めて見たからびっくりした、ね、ああいう色してるんだなって、すごい魚だ ね顔ね、色がね。では続いてあきこさん、他にあなたのおすすめの魚介料理ありますか。次はですね、サーモンクリームパスタ。おおおおおお、美味しそう。このホワイトソースが合いますよね、サーモンはね、色が綺麗ね。え、美味しそう。綺麗だし、レモンとかこれもちょっと絞って、ちょこちょこっと絞って、食べるととっても美味しいです。チョコさんどうですか、パスタ系に合うのだと何があるんですか。塩が入ってない方が、はい、多分良いかなってなるので、自然と銀鮭とかになってくるかなって思います。こっちだとアメリカだともうほとんどアトランティックサーモンっていう大西洋鮭がもうほとんどなんですよ。あんまり、はい、種類出回ってないんだ。そのスーパーでたくさん売ってるっていうのはもう決まってますね、アメリカだと。結構何でも知ってるね。いや、本当にそんなことないです。何も答えるね。お魚のこと私は知らないですけど、お魚の正面から見た顔できますよ。
何のよ、じゃあ見せていただき突然の告白でしたけどこの間子供にあの写メ撮って送ったら大好評だって、うんうん、はいはいはい行きましょう、1回しかやらないですか、はい、いいですか、あどうぞ本当だ、目玉アキコが明日誕生日迎えるっていう話をねあのオープニング前にしたんだけどまさかね飛ばすなと思って魚ではしょうこちゃんに勝てないから顔で勝とうって、うん、しょうこちゃん今の解説すると何に似てましたえなんだろう目が大きい魚アジとかアジあじゃあアジコって呼んでくださいこれでは続いてしょうこさん、あなたの好きな魚介料理を教えてください。はい、まず私養殖のお魚っていうのをあまり食べないんですよ。っていうのもその養殖のお魚はなんか全部味が一緒に思えちゃってお魚食べてる感じがしなくて、うん、はい、餌を与えるんですけども、それの餌の味がしちゃって、本当？そのブリでもマグロでもサーモンでもどれでも、まあ、結構共通して魚粉っていうなんかフィッシュミールをなんか混ぜて抗生物質とかその薬みたいなものを混ぜたものをなんか固めたなんか見た目ドッグフードみたいな感じのものなんですけど、まあ、それをご飯として与えていて、そのちょっと養殖場に見学した時に実際その魚が食べる餌を食べてみたんですけど、あこの味やと思って、その養殖で食べるお魚の味はこの味だったんだっていうのにその時気づいたんですよ、ちょっと昔だと分かりやすかったんですけど、今はもう技術すごく発達してて、美味しい魚はたくさん養殖魚でもあるんですけど、けどそれでもやっぱ天然の方が私は好きだなっていう。本当？味は共通して言えるのは養殖魚は太らせるので油を蓄えさせるために、うん、天然魚にはないぐらいのギトギトの油、うおすごい油だなっていうのと、うんうんうん、匂いですかね、なんか鼻に抜けるふわっとしたそのさっきの言った餌の味っていうのはその鼻に抜ける感じがあります、香りが。ちょっとアキコさんレベル高すぎないですか高すぎもう話入れないからもう一回やりましょうか魚とすごいでも勉強になるその養殖業はその薬漬けだから危険だみたいなのを一時期言われたことがあるんですけど、私は天然魚が好きですけど、天然魚の方が実際何食べてるか分かんないんですよ。そうですよね、養殖魚だったらもう何食べてるかがもうしっかり管理してるので、そんななんか安全だとか危険だっていうのはその養殖だから天然だからっていうのはあまり関係ないと私は思ってますね。魚なんかそもそも虫食ってるからね、そういう意味と虫食べてるんじゃないかっていう考え方もあるんじゃないですか。はい、虫食ってるし体も虫だらけだし、アニサキスとかダンゴムシみたいな寄生虫もたくさんいるし、体にいっぱいついてるし、で、まあ、そう言われると食べづらくなってきたでもついてると健康で美味しい魚なんですよ。あーそうなんですか。タイについてるタエノエっていう本当にダンゴムシみたいなめっちゃでかい これぐらいのダンゴムシみたいなのが、うん、口の中にいるんですね。それがいるとそのタイが食べたご飯を横取りしてるんですよ。ご飯をいっぱい食べるタイだからその季節がつく。じゃあまあ健康いっぱい食べたんだなこいつっていうぐらいの感覚でいいんだ、はい、もう全然問題ないです。タイの絵がいてもソムリエ証拠の話すごい興味深いなってめちゃめちゃがっつり聞いてた。メールですかね。まだ何の料理するか一つも話してないけど確かにこのまま行くとまどかさんの尺がなくなるんじゃないか。すいません本当に、まあ、私のこだわりがあって、うん、このお魚は初めて食べるなって時はまあ、できる限り内臓入った状態で買ってきてさばいて何
なんか何食べてるかなって胃袋見たりとか、内臓がこんな風に入ってるなとか、あと骨が、この骨があるんだなとかっていうのをチェックしてから、塩焼きで絶対最初食べるようにしてます。それを私なりにまとめてみました。あ、塩焼き、これ、のどぐろいさき。はい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 。はい、もうこのあたりはもう最高ですね。美味しいです。これ何がすごいって自分で作ってるのがすごいよね。カラフトシシャモは普通にスーパーで売ってるシシャモです。で、天ぷらのとこにある本シシャモは本当のシシャモって言うんですけど、種類は違うものなんですよ。シシャモって本当のシシャモじゃないのを普段食べてるってのは聞いたことあるの。それがカラフトシシャモ。はい、うん、あれはオスのシシャモに卵を注入してる結構人工的なお魚の食べ方なんですよ。結構サイコパスですよね。入社してるの？そうですね、オスですね。イワシ明太とかいう食べ物あるじゃないですか。ちょっと前流行ったやつ、あれとかイワシにタラの卵をの塩漬けしたものを入れてるって考えると結構怖い料理ですよね。美味しいな、イワシ明太とか思ってたけど、明らかに不自然な食べ物なんだ。まどかさんどうですか、なんかこの表を見て気になることとかありますか？すごい今ね、携帯を準備しててそれ撮りたいなって、うん、撮りますよ。でもこれね、翔子ちゃん、これ、全部もうすでにオリジナルじゃないですか。なんかそういうお魚専門店の料理屋さんとかをオープンするんですか？いや、しない。いや、そんな予定は全然ないです。で、今、普通の OL さんでしょ、だって。はい、普通に機械売ってる会社の営業のサポートです。なんか人生間違ってんじゃないかって言って。魚、もったいない。いや、僕なんか気になったのは、やっぱり天ぷらに向いてる魚って何なのかなとかね。さっきのそのお話に出た本シシャモだと、うんうん、塩焼きで食べた時は、なんか、まあ、パッとしなかったんですよ。ふーんぐらいだったんですけど、天ぷらにすると、なんだこのお魚はと思って、全然顔が違いました。すごい繊細な、上品な顔が出てきて、あ、このお魚はその天ぷらするためのお魚だなって思いましたね。顔っていう言い方するんだなっていうのもちょっと驚いたんだけど、顔出てきたなっていう。こいつ塩焼きだと見せない顔だったって。はい、わかりました。好きな魚介料理を教えてください。紅鮭なんか一番好きなんですけど、うん、ふるさと納税とかで、なんか5切れパック、真空パックみたいになってるやつがいっぱいセットになってるやつを、あれを冷凍庫に常に置いておいて、定期的にそれ焼いて、おにぎりにしたりとか、はい、いっぱい焼けちゃうんで、コロッケとかに入れるとなんか美味しかったりします。塩入ってるんで、なんかチーズとか入れると食べやすくなって、はい。ああ、お茶漬けだ、美味しそうだな。はい、焼いてほぐして冷蔵庫に入れておけば、もう常に鮭フレークが食べれる状態になるので、お腹空いたらそのご飯に鮭とちりめんじゃこ、はい、乗っけて食べたりとか、これと納豆を食べたりとか、いろいろ。塩鮭なので、そういうちゃんちゃん焼きとかにすると、味が元から染みてるので、美味しい、食べやすくて。何ですか？北海道のお料理なんですけど、味噌とバターと、鮭とキノコと玉ねぎみたいなので、こう焼き合わせて混ぜ合わせて食べるみたいな食べ方ですね。塩辛いのが苦手な方にはおすすめしないかもしれないです。ちょっと塩辛いんですね。はい、では続いて翔子さん、他には何かおすすめの魚介料理ありますか？大学卒業するまでずっと大阪にいたんですけど、たこ焼きをどうしても食べたくなるんですよ。なんですけど、たこ焼き器を一人で、こうやって一人で家でやるのって結構なんか寂しいじゃないですか。はいはいはい。なんで私が考えたたこ焼きの食べ方なんですけど、これだ、うわー。すごいなこれ。
卵焼きのフライパンなんですけど、これにたこ焼きの材料をこう混ぜたものを入れて、はい、でこれを巻いて、うん、たこ焼きロールみたいな。でこすごいな。別の食べ物が生まれたな。なんかベタっとしてますけど。あきこさんどうですか、こういうのって一般的じゃないですよね、いくらなんでも。逆にこれウケるかもですよ。これを自分のオリジナルだって言って売り出したら、これ、うんうんうん、たこ焼き。あれだけ広いのにたこ焼き、あのたこが2つぐらいしか乗ってなかったので、ね、かなり節約できてる感じ。節約できる、たこも節約できる。めっちゃ画期的だと思う。めんどくさいよね、あの作業がね、たこ焼きのさ。洗うのも大変だよね。そうするとさ、もう 私のさ、キッチンの、あの、キッチン用品少ないんだけど、私でもできるなって思った。うん、なるほど。ありがとう。え、あきこさんとか自宅にあるんですか、たこ焼き器とか。ありますよ。もう今すぐ目の前にありますよ。うち息子が自分のが欲しいからって、自分のマイたこ焼き器を買ってました、この間。え？うちに2つあります。まあ、意味が分からない。どういうことですか？うちの息子もたこ焼き大好きなんですよね。19歳の。うんうん、その彼があの自分で友達とかと作るときに持っていきたいからと、自分のたこ焼き器を買ったんですよ。家族で使ってんの、うん、持ってきないようでいいじゃないですか。うんうん、それは許せないですか。自分のが欲しいんですね。やだよ、母ちゃんのたこ焼き持っていけないよって。なんでだよ。人気の入ったたこ焼き器持ってきようって感じですよね。うん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 。こんなん出せよみたいなこと言われちゃうんですか。そう。母ちゃんのたこ焼き出せよ。わかんない。たこ焼き器持っていくこと自体がや、あの出せよって感じですよね。いや、それはそれで面白い話だな。はい、わかりましたね。証拠焼きちょっといいですね。流行らせましょう。お願いします。では続いて、まどかさん、あなたの好きな魚介料理を教えてください。私の好きな魚の料理は、お刺身。シンガポールローカルのスーパーにも売ってることはあるんだけど、やっぱサーモンの鮭の、お刺身はよく手に入る。ただちょっと高いんだよね、割高なんだよね。で1週間に1回はちょっとお刺身食べたいので、どうしたらいいもんかと思った時に、カツオのたたきのお刺身みたいなやつが安くて、最近それにハマってます。あのポン酢だったりとか、あとごま油だったりとか、一緒にあのマリネみたいにして、カツオのたたきをね、ガーリックはね、でも入れるとね、すごく甘みが出るから、すごく大好き。酢飯の上にシャキシャキ感のある人参だったりとか、あと玉ねぎだったりとか、上にカツオのそのたたきをね、乗せて。そう、ハワイでさ、あのポキっていう料理があるんだけど、あんな感じでアレンジして食べたりしてます。カツオの他にサーモンの、スモークサーモンだったりとか、丼にして食べてます。そう、庶民的なあの感じがするのに、窓花城が言うとね、なんかね、スルブに聞こえるんだけどね、なんでなんかお嬢様って感じですよね。なんだろう、すごい美味しそう。美味しいよ、試してみて。他にあなたの好きな魚介料理ありますか？フィッシュヘッドカレーっていうものがある。シンガポールの国っていろんな人たちの多文化の共存の国なんですよ。で、いろんな地域のこのフィッシュヘッドカレーっていうのがあって、まんま入ってますね。そう、まんま入ってるの。インディアン風味だったりとか、マレー系と中華系が合体したような、料理の種類があるんだけど、そういう風味だったりとか、あとタイのフィッシュヘッドカリーとかっていうのもあって、このね、いいところはね、丸々頭が入ってて、めちゃめちゃ美味しいカレーになってる。魚の後ろのここの釜っていうのところに結構身が、あの詰まってるじゃない。それをうまくほじりながら、このその地域のこのカレーの風味を楽しみながら、なんかまたいろんな野菜が入ってるんだけど、そう、ご飯と一緒に食べたりする。見た目のインパクトもすごいですけどね。あの魚の顔もやってみようかなと思ったけど。ショコさん、いかがでした？頭にフォーカス当てた料理ってなかなかあんまり聞かないので、そんなのあるんだと思ってちょっと驚きました。では続いて、まどかさん、他にあなたのおすすめの料理はありますか？はい、
バーベキュースティングレーっていう、うんうん、エイの魚をバーベキューにしたやつ、うんうん、この上にサンバルソースっていうのが乗ってて、インドネシアだったりとかの、あの東南アジアのマレー系とかのなんかちょっとスパイスのチリの一種なんだけど、それをかけてバーベキューされてるエイのものです。白身魚なんだけれど、ちょっと脂が乗っていて、これもしかしたら私うなぎのソースかけたらうなぎになるんじゃないかなって今写真見てて思いました。本当屋台の一種のお魚料理かなって思います。翔子さんいかがですか？エイってその骨が軟骨なんですけど、うんうん、それをなんかあのちっちゃくしたも、ちっちゃくサイコロみたいにして切ったものをなんか唐揚げにしたものを食べたことがあって、それは普通にあの軟骨なんでポリポリした食感と、あの肉の食感とで美味しかったんですけど、そこにバーベキューみたいなその平たい大きいお肉でっていうのはないのでびっくりしました。何のエイなんでしょうね。エイの種類があるんだね。はい、また深い話になりそうだな。エイの種類が何のエイですかって今日はまあ好きな魚介料理ということでやってまいりました。翔子さん、なんか今後やってほしいテーマとかちなみにありますか？皆さんが魚料理に対するお悩みとかがあれば聞きたいです、ぜひ。ああ、なるほど。翔子かお悩み解決スペシャルか、どんなお悩みがあるのかな、その世界で。なんか日本でやったらいろいろ聞くんですけども、世界でならではのお悩みを聞きたいです。なんかね、知らない魚とかちょっといっぱい見たい気もしますね。はいはい、なんかね、シンガポールとかいっぱいありそうですね。ということでね、皆さん今日はありがとうございました。それでは今日はこの辺で、皆さんさようなら、バイバーイ。